蔡英文総統が4日、第27回台北国際工作機械日本一及び台北南港展示ホール2号館の開幕式に出席しました。この見本市は、今年台北南港展示ホール2号館の開幕により、さらに規模が拡大し、規模として世界第3の工作機械見本市となりました。蔡英文総統は挨拶で、同展示ホール2号館の供用開始により、台湾のマイス産業がより多いビジネスチャンスを創出することができるよう期待すると述べました。这场联合开幕典礼不论是对我们国家的会展的产业或者是この開幕式は台湾のマイス産業そして工作機械産業の発展において画期的な意義を持っていると述べました。台湾機械工業労働組合の柯伐基理事長によりますと、去年の第4四半期世界の景気は保守的でした。今年上半期の鍵は米中貿易戦争となりますが、下半期は徐々に回復すると予想しています。柯理事長は、スマート機械への投資税額控除の比率を 5% から 15% に引き上げ、そして減安政策を打ち出すよう呼びかけています。関税の優勢がなくなり、競争力が弱くなった。政府が減安政策を打ち出し、輸出産業の競争力を守ってほしい。市場が一旦なくなったら、もう取り戻せないから。蔡総統は投資税額控除について、政府はすでに最善を尽くした。政府は今後もさらに基礎を固め、産業をサポートして経済発展の契機を作っていくと話しました。第27回台北国際工作機械見本市は、過去最大規模の開催となっています。台湾機械工業労働組合は、およそ20億米ドルの受注を見込んでいます。